え？クワガタだ！ブリザゲイヤ！風の神殿にすぐブリ、ブリブリ。村を襲っている吹雪の元凶はあいつ。でっか！絶対に許さない。こいつのせいなのね。待って、これ倒せる気しないんだけど。ヒカキンゲームズ。ハロー YouTube、 ヒカキンゲームズへようこそ。どうもヒカキンです。ヒカキンのティアキン実況パート5、前回の続きやっていきたいと思います。はい、前回パート4でチューリと一緒にリトの村からね、空に向かってきたんですよね。なチューリで、この船、空船みたいなところ、あ、これマップ見ると 1F で、これ地下1階 B1、 地下2階 B2 がある。なんとなく嫌な予感がすんな。 B2 か、 OK。 朝の4時20分にリンク頑張ってんなで、今の私の所持アイテムはというと、料理がこんくらい、まあ、なんとかいけるか。矢が22本だからちょっともったいないね、なんかね。よし、でこれ何すりゃいいんだっけ。俺、え、俺、いや俺何も知らないでやっちゃったんだけど、これ大丈夫。あ、え、なにこれ、なにこれ、全然意味わかんないんだけど。ダメだ、開かないや。吹雪の原因はきっとこの扉の下なのに。あー、なんか開くようにしなきゃいけないのか。あれ、俺これやったよな。まただ、あの音。あれ、あれ、子孫よ。我が子孫よ。目の前にある甲板の扉には、5つの鍵がかかっている。鍵？そなたの力を使い、すべての鍵を解除すれば、その扉は開くだろう。わかりやす。え？我が導きに従うのだ。地図出た。聞こえた。今度こそはっきり聞こえた。声はやっぱりオイラを呼んでいたんだ。村を襲った吹雪の原因はきっとこの扉の下にある。声の言ったことが本当なら、5つの鍵を解除すれば扉が開くはず。これだ。今はそれを信じるしかないよね。鍵を探しに行こう、リンク。任せて。もう5個一気に見つけちゃうから、これ。ん？すぐ近くにねえ、なんか。あ、今のでもう1個できてるみたいなやつ？もしかして。地下室？お、ここあったかそうなとこあんじゃん？なんだ、もう親切だな。もう壊れちゃうんですけども。こういうのはハンマーでやんないとな。お、矢が入っとる。あ、めっちゃ矢入ってんじゃん。え、あ、これ火でやるのかな。一回だけやってみるわ。もっといいもんが入ってるかもしれん。おー、一回じゃなくならないの。キー、頼むよ。嘘、俺もう矢ないんだからさ、とんでもないもんちょうだいよ。なんでポリポリ。お、15、まあいいか。うん、あんまり取んなくてもいいかもな。スクラビルドしてください的なものがいっぱいある。やばい、なんだ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 、やべ。ああ、チューリーが攻撃してくれてんのか。ただこれ下の階とか一気に、あ、いけちゃうやつ。あ、いけちゃうじゃんこれ。ああ、ツクー、風の神殿 B1 ヘブラ山脈上空、入れませんでした。救済措置はこれ、え、なになにこれ、大砲ぶっ放しとる。え、あとカメラで追えないくらいのスピード。ああ、そういうことか。こうやってギャース、やばいやばい。うわ、え、あ、これ狙ってくるんだ。おーいって、マジでやめてください。いや、やべ、料理がもったいねえ。
あれで行くしかないのか。まあこういう、やめてくださいって。マジで。え、飛べねえじゃん。え？ああ、飛ばしたけど。チューリー、今チューリーあの良い期間があったよ、すごい。いやいやいや、届かないよね、これ角度的にね。えっと、レーザーの位置と合ってないのよ。やだ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 、まあまあ俺やだ、リンクやだ、リンク大好きだよーい。ほら地下2階ここだろー。ほらー、はい、確信をついてしまうヒカちゃん。矢も40本ある。お、よし、オッケー。これはこれは、はい、バンパン。ゾナニウム、ゾナニウム、ゾナゾナ。え、ねえ見てリンク、これが鍵かな。風車みたいな形だね。これが大砲じゃないのこれ。ゾナニウムの盾、よし。なあ、違う、戻れ子も違う。自分の能力全部ダメってことは、待って、チューリヒさん、チューリさん、あんたってあれ今でもできる？あ、できる。これかな。あらー、お、やった。あ、やっぱ風の神殿なんやね。ファンっぽかったからさ。お、お、光った光ったギアが。あ、リンク、これが鍵だね。あと4つだ、どんどん行こう。あと4つもあんのかよ。どこだ。あとでも いきなり難しいところできた気がするから。あれ、開いたぞ。やった、なんか正規ルートっぽいとこから帰れそうだ。これがヒカキンゲームズだよ。ルールなんて無視なんだよ。ほら、うわ、ありがてえ、矢が5本とか入ってる。ほらチューリー、しっかりとついてこいよ。ティアキン2の穴甘くねえんだよ。ほー、ほー、え、ピピピピってなんだ、ピピピピかよ。ラッシュしてほしいんだな俺に。ボス戦もあるからあんまり強いの使いたくないんだけど、まあこれぶっ壊れそうだから。オーマイゴッド、ゴッド、オーマイ。あれ強くねえかこの人。ボーカボ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 ーンって、やばい、武器がどんどん消耗が激しい。ボコ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 、取れた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 、ボコー。ゴーレムの強弓、強弓だよ。強いって言っちゃってるからね。何このスカスカの赤外線レーザー、マジで余裕なんだけど、笑えてくるんやけど。ふふふふふふ、はははは、おうた、ふっ、たーんたーん、はははは、切れ目あるわ、あぶねえ。チューリーがなんか、チューリーがちょっとやばい、もうちょっと風の神殿怖すぎておかしくなった、チューリーが。おい大丈夫か。あれ止まった、大丈夫になったっぽい。なにこれ、やったルビー、ダイヤモンドにしてほしかったけどね。ふっ、たああ、なんてちょろい赤外線なんだろうか。あ、ういチューリー大丈夫か。さあ、コウモリがいっぱいいますが、おお、あ、そっかそっか、チューリーやって、ああ、ありがとう。まあやっぱりね、親分感出てくるとねーってね、あのもう僕手を下さないからね、敵にね、やらせちゃうから。ふぅふぅ、そうだよ、ここに来るまでにもう全部やり方分かってんだから、それがゼルダだぜ。OK、 すっげえ弓落ちてんだけど、なんか的当てバトルとかあんのかな、もしかして。ん、ペイ、え、あ、来ちゃった、ペイ、お、バリがポリポリ、
ちょっと遅れちゃったな。うん。なんかあそこにヤバいのいるけどね。あ、ルビーある。ルビーだけ。あ、待って、爆弾あんじゃん。うん、P じゃねえんだよ。やめて。ごめんごめんごめん、バレなくない。チューリのせいでバレる。危ない。ウルトラハンドでさ、お前の脳天ピュー。うん、やばい、エイムが。お前の脳天パンパクパン。範囲広いな。ジャイロを駆使して、はい、でーす。で、 B でやんだな。 B で、はい、ふー、 B、 ふー、2パンです。2パン、ワンパンではないけど2パン。ゾナウ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 。なんか怪しいな、ここ。え、ルビーはなかった？ルビー、あれ、ルビーなかった？吹き飛ばした？もしかして俺ダイナマイトで。ちょっと待って、これなんか怪しい。え、これさ、ここがさ、ハゲてる神みたいなところ気づいちゃったかもしれないんだけど、合わないな。うわ、上もある。ここにはめるとタリルはポリポリじゃないの？そういう問題じゃない、まさか。お団子システムか、こうやってはしご化しちゃうの？こうやって3個しかないから。おっしゃ、来たんじゃねえ、これ。正規ルートかもしれないね、これ。おら、あとどこにあんだ。あら、おお、あら、すぐ、待って待って、俺矢買った、100本とかになってんだけど、矢買った意味な。俺めちゃ高額にリトの村で買ったんだけど、矢。おなんだ、壁はめパズルじゃなかったな。普通に宝箱だったな。開くのこれで。あー、バリバリバリ、開くんだこれで。力持ちだね、リンクさん。ペイ、なんだこれ。なんかまた風なのか、これだ。いや、なんでくっつかねえんだこれ。この辺なんか、あ、待てよ、これで、あ、これは押せない。あ、待てよ、これで、あー、来た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 。あ、だから目立つようになってたのか。ああ、なんか開いてる開いてる開いてる。え、なんか開くときない？え、なんで開くときあんの？まさか、まさか、なんかスピードが速くなったときにできてる気がするから。おい、チューリちゃん、準備できたよ。お坊ちゃん行くよ。はい、ふぅー、うっしゃ、来たー、来た、天才。はい、天才。はい、工作の天才。え、おー、工作の天才だよ、もう俺。やっぱり図工は得意だったからな。そんな目の前に、うん、大丈夫？大丈夫じゃないよ。横がいいのかな。ゾナニウム、ゾナニウム、ゾナニ、ゾナ、ゾナ、強いやつでいっちゃうかな。ボスいたら怖いじゃん。ゾナニ、ゾナニ、ゾナ、ドー、ゾナニ、ゾナニ、よーし、オッケー、ゾナウエネルギー。うわ、またなんか網とかあるな。オッケー、おい、チューリー、ほほー、ゼルダ、あと少しで会えるよ。3個、あと3つ、あと3つ、6個ぐらいあるってことか、これ。結構いい感じのスピードで来れてるよね。あれ、あれ、これ一番上の階じゃね。てか、そもそもここ上昇気流あんじゃん。ほっ、なんか見えてくるとかある？あそこ池感すごっ。あ、蓋みてえのある。よーし、
ッケーオッケーオッケー。で、タタン、タンタン、タンタン、タンタン、開くタンタン、開くよタンタン。トルネード、トルネード式。やっかー、やったー。修理、一生ついてきてくんねえかな。めっちゃ強いんですけど。超楽しくなってきたじゃん、こんなん。俺こんなんもうパラセールとか使わないよ、多分下手したら。へーいって飛び込むんだよ、男なら。ここ行けば多分一発だったよね。行きます。ほっふっ、やべ、ちょっと吹き膨らんだな。おれ、なんだこれ、あ、膨らんだ。おおおお、あ、飛び込めないわ。やべ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 、間違えた間違えた間違えた、やばい。へえ、なんか浮いちゃう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 。ああ、おお、ちょっとやった。上昇気流吹いてるように見えなかったって。待って、あっちになんか宝箱あるから、あれも取っていこう。早くねえ俺結構。いい風が来てる。先生、チューリ先生。あと2個、めっちゃ早いんだけど俺。あと2個、あと2個だよね。オッケー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 、早い。リンク、あと2つだよ。ゴールが見えてきたね。風の神獣とかよりは簡単だね。そいじゃ失礼して。うわーって、あ、もうなくなった。あ、うわー、もうなくなったっぽいよ。あ、あるわ。リンクすげえとこぶら下がってんね。違う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 、よいしょ。あれ、こっちもあんな。さあ、お宝お宝、兵隊ブレード、いいね。剣どんどん壊れてってるから。ほっ、うわ、怖い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 、見えない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 、怖い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 。ええあとどこから入るんだい。なんかでも平凡なとこから全然入ってないよな俺。やべ、待って、やべ、そっか、地図全然見てなかった。ああ、はいはいはい、2階でしょ。全然わかんねえな、これ後ろ側全然行ってねえわ。この大砲どうにかぶっ壊すとかできないのかな、これ。あんたらさ、やめれや。大砲破壊したい俺これ、この野郎。え、ぶっ壊せる系じゃねえこれ。おい、くたばりやがれ。なかなか壊れねえわ。お、何か怪しさを感じるぞここ。ほら、お、なんかここ怪しい。ナイスナイスナイス、チューリーやっといてくれ、頼むわ。アシスタントチューリー、あった。ちょっと待って、ここよく見ると足場あるぞ。気づいちゃったよ。ん、ここなんか凍ってるとこ、これ怪しくね。あった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 って、滑る。やめてくださいよ、待って待って。あー、ここ滑ると、滑ると、おー、あーだって、ゲームオーバーじゃないんだよね。分かったぞ、大砲があるけど、こっから行った。え、あ、あ、つららんとこはなんか、はーい、やめろよ大砲、つららが。よっしゃ、これ気持ちいいな、雪国代表ですから私。行きますよ、こういうのはね、こうやるんだよ。ずーらー、 こんな豪快なのやったことないって。なんか刺さる。そう、皆さんね、気をつけてくださいね、つららで下手するとね、命を落とす人もいますからって。思い、今俺それになりかけたわ。ん、ん、なんだあれ。なにこれ。巻き込まれたらこれ確実に渋滞だなこれ。うん、あっ、戻れっ子だこれ。逆回転にさせればいけそうって思いきや、あのね、ヒカキンゲームズぐらいになると使いません、そういうの。はい、あっちが行けんでしょ。使わないですよ、余裕ですよ。戻れ子を使ってくれとか言わんばかりの回転。あれ、これ言ったとこじゃないよね。ここであえて使わないで歯向かっていくのがヒカキンゲームズ。はい、てやいって感じでね、歯向かっていく。チューリーやるんじゃねえぞ。ラッシュはもう君には 100% 決まるんだよ。
丈夫な木の棒。あんた上空でしょぼいもの持ってるね。そうなんそうなん。これでこれで。おっとー、歯車がめっちゃあるぞここ。これは一応広げていいんですかねこれね。あらー、これ開ける意味、タリルはポリポリやる意味あるのこれ。外に出られるようになったってことか。あ、ここで動力が止まっている。ん、どっちかをぐーんとやれればいいのか。ちょっと待ってね。こっちに引っ張れるわけじゃない。何か、え、まさかこれつららじゃねえやな。物がつららしかねえんだけど、これ。いや、これ間違いなくつららしかないんだけどさ。ちょっともったいないけど。ほら。おっしゃ、立った立った立った。あいさ。あ、ぐさ。これしか見当たらないんだが。いや、いける感があるぞ。2箇所くっつかないのかな、これ。ほら。うわー。でもくっつく時点でなんか匂うなこれ。このつららじゃなくてこれ2箇所ってくっつかないのかな。ほら、回った回った。え、これじゃダメ。あ、いたあいた、タリルはポニポニ、天才になっちゃった気分。おいでー。いや俺今回なんかいける気がしてきたわ。やっぱブレワイ、ブレワイがやっぱり練習になってるんだな多分。あと1個。早っ。すいません、なんかもう超早い。これで終わりだよリンク。おっしゃ、あとちょっとだ。オッケー。どこだ、あとこれか。1階っぽいな。チューリヒトルネード任せて、いけ、ウーホーってやって、で、自由にさせないために、あ、さっきのアイテム落ちてる。これは助かる。え、すごい。おお、やばい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 。料理がほぼねえんだけども。寒いからさ、あったかいもの食いてえよ。あ、ここになんかもう簡単そうなのあんじゃん。なんかやばい、なんかまたゴーレムが反応してきてるっぽい。よし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 、でもバチバチ。あー、寒い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 。あれ、ここ入ったっけ俺。入ってなさそう。おお、あったかあったか。え、気持ちいい、すっげえ気持ちいい。やめてやめて、やめてやめて。うわ、やばそうな感じ。今狙われてなかった。何がバリバリからの回避、神回避。うわ、危ねえ。注意頼む。これこれ撃つしかないだろ。いや、嫌かな、嫌が設定されてない。うえあったけー。今のゴーレムがもしかしたらここのボスかもしんないな。ちゃう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 。あれ、こっちにもなんか入り口ある。ま、あー、あしし、うん、誰だパリパリ。あー、おー、これワンパンされっからな。ちょっと待って、ちょっと待って、マジワンパンされっからな。うっ、熱い思いさせてくれたからね。冷たいのはどうかね。ずーさーてと、君から火取り除いちゃったらね、終わりだよ。熱い思い、おっ、おー、倒してくれた、危ねえ。すげえ、これ火のやつ取れたぞ。やった、ゾナウゾナウも取れた。あれ、ここ鍵じゃないな。浮きの矢、やば。え、音楽がいい。さあ、すっごいんだろうね。パーン、ここじゃないのか。地図を見てね、地図を。あ、逆サイド。あー、ここだ。あれ、うわー、これつららで代表だ多分。そうだ、うー、これはそうなんだろう。くっ、よし、これで、うーらー、合ってる。なんか長くて引っかかってないとかある。なんか、うくそ、なんだこれ。あ、動かんぞ、なぜか動かんぞ。ゴーレムがしつこいから早く倒してくれ。あ、これか、こっちの、ちょちょ、うわーふふー。久々に水色のゲームオーバーだな。
分かっちゃった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 完璧分かっちゃった分かっちゃった俺もう矢何本ある114本。ティアキンで114本はもう無敵みたいなもんですよ。おい、チューリの方を狙ってるから、まあチューリは多分無敵だから。え、何？多分倒した方がいいな。やばい。よし、早いんだよ結構撃つの。ワールハンマー。よし、もう弓取った君は価値のないゴーレムなんだよ。どなるどなるどなる。いやー、チューリーいい仕事してるわ。ラストかな。ほらー、これなんだろう。あの長いつららはフェイクなんだな。まんまとやられたわ。もう角度まで気にしちゃうから俺ぐらいになると。ダメだ、なんかうまくいかんな。ちょっと変でもいいわ。もうオッケーオッケーオッケー。なんかちょっと変だけど、どうせ動くんだろう。オッケー。何がパリパリ。はい、行きました。あ、ここむしろ最初に来るようなとこか。普通だもん。うわ怖い。その宝箱何？開けてなくね。え、どこあれ。これやってなんかいきなりなんかボスとかになったら怖いから、この宝だけ最後開けたい。あ、ちょっと待って、あそこに氷の割るやつあるわ。管理人がいますね。じゃあしゃー、うわっしゃー、パッシャーンでダメージ食らわない。完璧なとこ来た。これここ、これだけって、あ、危ない、溺れる。これだけだな。これも気になるんだけれどもね。え、これもしかして、おーい。なるほど、氷って割るのってもうこれしかないよね。他にも方法があるのならちょっと教えてほしいですが。3発も消費するんだよこれ。え、こんだけやって宝ねえのかよ。あら、パリパリパリ。よっしゃ、さあゼルダに会えるかな今日は。とんでもねえやつが入ってんだろ。ゾナニウム、ゾナニウム盾11。よし、来ちゃったんじゃないですか。トーレルーフで出れるか。はい、トーレルーフ、トーレルーフ、こんにちは。こんにちは。おお、一瞬時が止まっていましたね。はい、はい、実家のように帰ってきました。オッケー、行くよと思ったんですけど、ちょっとトイレでちょっと大きい方したくなっちゃった。すいません。あー、すっきりした。行きまーす。よーし。いやー、大丈夫かな俺のこの戦力で今。ほこら集中合宿やりたいんだけど。うわ、怖え。行くぜ、ゼルダー会えるよ。神秘的な音でこれ好き。おらー、一気にやってやったわ。結構30分ぐらいでできたね。あれ、一個光ってなくね。あれ、やばい、ちょっと待って、俺今んとこやってないっけ。アホすぎんだろ。え、うんこして忘れちゃったよ。うんこして帰ってきてこれやんの忘れてた。チューリーごめんな、俺大便をかましてて忘れちゃったよ。わっほー、やっほー。光り方が違った気がするもん今。緑になった。あー、リンク、鍵が全部解除できたよ。やったー、看板の扉を開けるはずだ。さあ行こう。俺は行く、行くぞー。音楽がなんかでかくなった。はっ、あれ、こっちからじゃなくてこっちから。はい、ゼルダやっと会えるね。
怖いね。これで吹雪が止むといいんだが。怖い怖い怖い、でかすぎる。止むところが強くなってんじゃねえかよ。やばい、チューリの羽が抜けた。やばい、うわかっこいい。何が起きちゃうのよ。クワガタだ。ブリザゲイヤ、風の神殿にすぐブリブリブリ。村を襲っている吹雪の元凶はあいつ。でっか絶対に許さない。こいつのせいなのね。待って、これ倒せる気しないんだけど。ブリザゲイラ、これ何、乗っかればいいの？飛ばされないように。飛ばされないように。ない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 、乗っかればいいの？ちょっと待って、これじゃ顔らへんに乗って、え、どうすればいいの？これ、この辺に乗る。あー、乗れんの、あー、あ、乗れるぞ。なんと攻撃に転じた。うまーっ、よっしゃー。え、え、合ってるっぽいな。おーおーおー、でかすぎる。あ、勝手に上がってる。な、なにその、何その地球みたいな。リンク、下だ。下下下下、うわワンパンパンテ、めっちゃうまかったのに。今のどうやって避ければいいんだ。でも分かったね、倒し方。なんだこの途中から。でも HP は削れてない。上昇気流がないぞこれ。どこ、これ待って、あ、飛び立てば上昇気流生まれる。よしよしよし、あったあったあった。しゃー、うおー、え、石食らうだけで俺もう瀕死。待って、きついきついきつい。ダメー、ガーしゃーって回復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 。なんか攻撃力アップとかねえんだ俺。ダー、聞いてるよリンク。オッケー、心、この後にやられたから、なんかワープして下行ってたから、逆に俺がもっと下行ってやるわ。へへへへへ。ういー。ふほー。ちちー。どこ行った？ほーら。どこ行った？ん？うわー、いた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 。あれ？あ、もうあとなんか2カ所ぐらいしかなくね？ん？3発で終わりっぽくね、これ。あら。石をよけ、石よけて、う、違う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 、ガラッガラッガシャ、いた、え、うんうんうん、なんだ、何が起きてるの、何が起きているの。一発で割れなかったな、これ。だからハンマーの方がいい、ハンマーの方がいい説があるね。うん、これで避けらんないんだよ。まあ、いや、避けらんないんだよ。うん、これは避けられない攻撃として。回復したよ。どうやって避けるんだあれ。うー、あれ下側にあるな。あれ弓で撃った方がいいとかある、もしかして。待って、これもう上の甲羅のやつ割れる、これ。避けなきゃ、避けなきゃって。これ動、動動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 動、すごい、荒々しすぎる。ガンマー、ハンマーいい、ハンマーいい、いけてるぜ俺。上昇気流気持ちいいな。やめて。いきなりどっかに現れるよねあなたね。頑張りゲージは足りてる。音楽がかっこいい。あと1個だ。なんかあと1箇所なのに HP がまだめっちゃ残ってんのよ。避けろー。壮大すぎるだろー。よっしゃー、勝った。うまい、結構うまかったな俺。うん、待って、覚醒、覚醒の予感だなこれ。してるってか、竜巻なにこれ。やめて、あれに巻き込まれたらひとたまりもないよ。竜巻避けながらシステムな。うん、これやばすぎるな。
やばいやばい、もう今日は中止です、イベント中止ってぐらいの、全てのイベント中止する。近づいちゃダメだよ。ってどうやって避けんの、やばい、あ、よし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 、避けながら、いやすぐたどり着けねえ。なんとか、もうちょっと待って、フリザゲイラさん、もうちょっとだけ待って。うるー、来たぞー、しゃー、うまい、なかなかにし、うまい。この異世界みたいなのは何なんだよ、上に出てくんだよ。オッケーオッケー、でも分かったぞ。あーくー、あー、これを一回離れて避けて、よし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 、竜巻が来るよ。だー、何がこれ、竜巻の量多すぎる。よし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 、うまく避けたぞ俺。石も避けて、パラセール閉じると結構移動できる。ギャラーさあ、あと一発だ。オッケー、うまい。すごい、今までのゼルダに過去にないぐらいの迫力だな。決めるぞ、俺はここで決める男だ。音楽も迫力も最高、この後青空が待ってるんだろう。危ないと思ったらいつでも呼んでね。逃げろ竜巻から。あと一押しだリンク。やばい、ちょっと遠いな、ちょっと遠い、なんとかたどり着きたい。リンク頑張れ、チューリ頑張れ、俺は割るぞ、ゼルダのために割るんだ。くわ、早い、くそ、竜巻が来るから。ただ勇敢に間を行くんだ。しゃ、行ったな、これは行っただろ、行った、あと石だけぶつかんなければ。よし、石避けて、いける。うー、くらった、俺負けないぞ。一緒くらった、くそ、チューリの、あー、くー、やべ、やばい、あ、やべ、あ、これ食らわないんだ、チューリの風で、よっしゃ、おらやべ、うん、え、待って、俺ハンマー壊れてる、道理でおかしいと思った。行くぞ、うわー、あれ、なんか行けた、おー、行けた、行けた、わー、じゃあ、いや、なんか天気悪いけど、すっげー楽しいボスだったな。あら、クワガタが、うわ、ガノンっぽいオーラ放ってる。これなんかもらえんのかな。あれ、ハート、姫が持ってたマガタマみたいなやつじゃない？会えるかもしんないぞ、これ。マスターソードまた治る？やっほー！なだらだよ！お、5個になった。いいんだよね、これ。写真撮りたいけど、ピン打っちゃった。え、チューリー、おい、チューリー、
ちゃくなった。え、大丈夫か触って。子孫よ、我が血を継ぐ者チューリよ。え、やっぱりこれ、この声、その声はさっきからずっとオイラたちに話しかけてきてた人。え、我はそなたの遥か遠い祖先、初代ハイラル王に仕えたリト族の戦士にして風を司る賢者なり。これは風を自在に操るそなたの戦いぶり見事であった。さすがは我が子孫リトの誇りだ。あれは村を覆った吹雪の元凶であり、魔王によって差し向けられた魔物。その目的は先ほど触れた石、秘跡がそなたの手に渡るのを防ぐことだった。秘跡って言うんだ。魔王、秘跡。そう、そなたにとっては戸惑うことも多かろう。だからまず知ってほしいのだ。これどこなんだ。封印戦争と呼ばれる戦い、そして我が一族の使命を。封印戦争。それは今よりはるか遠き過去の出来事。この地にハイラル王国が樹立され間もなくのこと。罪なき人々を襲い、その国を滅ぼさんとする凶悪が現れた。ガノントルフだ。それこそが魔王だが、それに対抗すべく初代ハイラル国王ラウルと6人の戦士が立ち上がった。ゼルダいるぞ。ラウルは魔王と戦うための術としてあるものを我らに渡した。それが秘跡。秘跡。持つ者の力を倍化させる秘宝だ。え、強くなれんの。我もその一人、風の賢者として秘跡を携え戦いに臨んだ。戦ったんだ当時。しかし奴は強大であった。マジかよ。我が翼をもってして隙をつけぬ速さ、無尽蔵の魔力。マジかよ。ついに国王ラウルは魔王を倒すことはできないと悟り、己を犠牲にして封印することで戦いを終わらせる選択をしたのだ。うわ、マジ。それが封印戦争。その封印解けちゃったんだ。我々は生き残り、そのしばらくの後、ある人物が我が元を訪れ、リト族の使命を決定づけた。6人の賢者が1人、時の賢者だ。魔王の封印はいずれ解け復活します。その時、剣士リンクには対抗する力が必要です。どうか力を、風を司るリト族の力を貸してください。ティアキンのゼルダ、かわいいな。我らになすべきことが定まった瞬間だった。魔王討伐は我らの宿願。我がリトの一族は魔王復活の時、再び風の賢者として目覚め、剣士リンクと共に戦うことを誓おう。どういうこと。一緒に戦ってくれんの。封印戦争のすべてと我が一族の使命。そなたらの活躍でリトの村は救われた。しかし魔王復活は近い。我が子孫チューリよ、どうかこの秘跡を継承し、我が時の賢者と交わした約束、剣士リンクと共に戦う誓いを果たしてほしい。うおー、感動的だね。こんな若いのにチューリ、こんなリンクと共に戦うのがオイラの使命。くわ、
すっごく嬉しいよ。ご先祖様から大事な使命を託してもらえて、しかもそれがリンクと一緒に戦うことだなんて。ビビってねえわ。このまま放っておいたら世界は大変なことになっちゃうんでしょ。これ仲間になる。これそんなことはさせない。オイラ喜んでこの秘跡を受け継ぐよ。素晴らしい勇敢。緑になった。おお、模様入った。コントローラーがブブ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 ブ。あっ、うわー、ついた。オイラは風の賢者。見て、これが賢者の力だよ。あっ、うわー、なんだこれ、誰だこれ。分身、分身。えどういうこと。リンク、手を出して。手でか。怖い怖い怖い。風の賢者、チューリの名において君と共に戦うことを誓うよ。受け取って、これがその証だ。ええ、大丈夫、チューリいなくなっちゃうの。何リンクの右腕に宿された。ああ、指輪、小指。え、ちょっと怖い。その指輪でオイラの力はいつでもリンクと一緒だからね。あ、マジで。マジ。よーし、村に帰って父ちゃんたちに報告だ。よし。あ、リーバルトルネード的なやつだなこれ多分。あ、ずっとあのバーって風使えるようになるってことかなこれ。え、これ強制で戻れるのかな村。お、あ、もう戻ってきてるな。あ、手羽。手羽先の手羽。あ、雪が止んでいく。うわー、嬉しい。溶けるぞ、雪。溶けてる。あ、いや、溶けるの早い。溶けるの。相当暑いね、ここ。溶けるの早い。あんたの息子が頑張って、あ、久々に。緑の生い茂ったリトの村見れたわ。これだよな、リトの村といったら。きたー。ハートっぽい穴開いてんな、なんか。うわー、ちょっと村に戻るとこまではやりたいよな。いや、うん、おお、ハーツもいる。お前たちやったな。うん、リンクと力を合わせたからできたんだ。もうね、そうですよ、俺のおかげですよ。本当にもうどんだけハンマーであのね氷割ったと思ってるんですか。もうおお、うん、大したものだ。それにしてもわらべ歌の天の鳥船が本当にあったなんて、このお母さんかわいい。ああ、そうなんだよ。おいらもびっくりしちゃったよ。お、ああ、よくやったぞチューリー。え、父ちゃんの弓ずっと大事にしてたのに、おいらに受け継いでいくの。うん、お前が一人前の戦士になったらやるつもりだったんだ。まあ、下手したらもう父ちゃんを超えちまったからな。伸びしろが違うんだな。父ちゃん、ありがとう。
いやこれブレバイの時からさ、チューリとテバいたの知ってると感動だな。でもリンク、ご先祖様が見せてくれた光景の女の人、ゼルダ姫様にそっくりだったよね。いや、あれは絶対ゼルダです。あ、ひょっとして本物の姫様だったのかな。でもあれはずっと昔の出来事なんだし。確かに、わからないことだらけだよ。よし、この前天の鳥船で見た人影も気になるし、オイラはこの辺りを徹底的に探してみる。元気だね、若いね。次に会う時までに必ずゼルダ姫様の情報を掴んでおくから、絶対にまた会いに来て。オッケー、リンクとオイラは賢者の力でいつでも一緒だからね。そうだな。パパ、風の賢者チューリとの名約、風の賢者チューリと名約を結んだ証、使うことでチューリの分身を呼び出したり戻したりすることができる。リトの村のチューリーコンプリート。オーケー、決まったぜ。ポーチからこれだ。呼び出し、ここでは呼び出せない。うわー、どこで呼び出せるんだ。ちょうどあのこの氷マンにさ使ってなんか呼び出してみたいな。え、来た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 。え、名役の力によりチューリの分身を呼び出せるようになった。どこにいる。いないじゃん。どうやって呼び出すの。勝手に出てくるとか。あ、いる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 、勝手に出てる。何できんの。何してくれんの。戦ってくれてんな、もう。あ、やっぱそうだ。うらー、お、すごい風でなんか吹き飛ばしたぞ。え、マジでさっきのチューリと一緒で同じくらいの戦いしてくれる感じ。行く層もある。え、これはごめん、なんか敵さんごめんってくらい強くね。え、風を、うらー、うらー、うーわ、俺が下手、俺が下手。やべ、チューリが倒しちゃう。強い、チューリ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 、行くよ。多分この敵近く来すぎなのよ。あんた、このふぅー、はい、おっしゃーみたいなね。ウェーイ、あれまだ生きてんのか。そこは空気読んでやられて。アイテム多すぎー、サフーって感じでね。へえ、あれ、サファイアの剣、すご。いやー、これ今後ちょっと下手したら他のこれ仲間もできそうな感じしてるよな。いやー、めちゃくちゃこれ心強いね。はい、というわけで皆さん、グッドボタンぜひぜひポチッとお願いします。そして今回のティアキン商品紹介はこちら。はい、というわけで今日開封していくティアキングッズはこちら。ニンテンドースイッチプロコントローラー、ゼルダの伝説、ティアーズ・オブ・ザ・キングダム・エディション。プロコン。ニンテンドースイッチプロコントローラー、ゼルダの伝説、ティアーズ・オブ・ザ・キングダム・エディション。長時間でも持ちやすく、TV モードやテーブルモードのゲームが快適にプレイできるグリップ型のワイヤレスコントローラーです。充電式リチウムイオンバッテリー内蔵、かっこ持続時間約40時間。セット内容は任天堂スイッチプロコントローラーで、バッテリーは内蔵、そして USB 充電ケーブルとなってます。僕ね、あのティアキンの発売前からプロコン予約しといたからよかったんですけど、今なんかもう品薄になってるらしいです。やっぱティアキンの人気はすごい。ネーゼルだ。というわけで開けていきましょう。うわぁ、楽しみだな。ういっ、うぃ、ん、うん、はぁ、あ、
さあ行きます、いでよプロコンティアキンエディション。シコー、このずっしり感がいいんだよなプロコンって。行くよ行くよ、いでよプロコンティアキンエディション。3、2、1ファイル。シコー、うわかっこいい、わうわかっこよ。うわ超金ピカだ。はい、 USB 充電ケーブルも付属してます。うわそれも左手握る方は黒で右手白だ、裏もそうなってます。かっけー。僕が小学生の頃に描いたね迷路みたいなね、このぐるぐるがありますよねやっぱりね。で金のところのね模様に目が行きがちなんだけど、よく見るとちょっとツヤ感のある黒で模様も描かれてますね。トライフォースも見えるな。うわかっこいい大人っぽいっちゃ大人っぽい気もするね。すごいポップなデザインってよりかは高級感と重厚感のある感じのデザインになってるね。はい、ちなみに任天堂スイッチ有機 EL モデルのティアキンエディションと並べるとこんな感じです。いやーマジで高級感がすごい。うわーこれしっくりくるわー。次回ね、ヒカキンのティアキン実況パート6からこのプロコンでプレイしていきたいと思います。多分ね、まあ倍上手くなると思うよ。うん、特にそういう特別なね、なんか違いがあるわけではないんだけれども、うん、まあね、なかなか品薄が続いたりもあるかもしれませんが、本当にプロコンってね、どんなゲームでも本当やりやすいんですよ。なので、まあ買おうか迷ってる方、私ヒカキンはすごいおすすめです。特にゼルダ好き、チェックしてみてください。Amazon のね購入ページのリンクは動画の説明欄に載せておきますので、ぜひよければチェックしてみてください。この動画もしよければ評価グッドボタンぜひぜひポチッとお願いします。このヒカキンゲームズのチャンネル登録はこちらをポチッ。その他私ヒカキン Twitter、Instagram、TikTok もやってますので、説明欄からフォローお待ちしてます。最後までご視聴ありがとうございました。それでは次回ヒカキンのティアキン実況パート6でお会いしましょう。バイ。